ということで、なんと今日は GTR R35 の50周年記念車に運転させていただいております。いや、めちゃめちゃ嬉しい。あのですね、しかもこれミーシャさんなんですけど、私が R35 を見てこれ乗りたいんですけどって言ったら、ちょっとご好意で貸していただけることになりました。ありがとうございます。ということで、じゃあこれから走ってきたいと思います。ちょっとね、軽く ABC カードを確認しました。軽く走っていきたいと思います。じゃあ行ってきます。ということで、今回は GTR R35 50周年記念車に試乗していきたいと思います。こちらベースとしては2020年モデルのプレミアムエディションがベースになっています。で、ボディカラーには湾岸ブルーに加えてブリリアントホワイトパール、アルティメイトメタルシルバーが用意されていて、今回は湾岸ブルーをお借りしております。で、ホイールなんですが、50周年記念のロゴが入ったブルースポークのアルミホイールが装備されております。ボディと同色なのがめちゃめちゃかっこよくないですか。で、お尻の部分には50周年記念のステッカーとバッジがついています。限定車ならではの特別感が出てますね。で、内装なんですが、表皮にセミアニリンレザーを用いたツートンカラーのシートが装備されていて、こちらも50周年記念モデルの専用装備ですね。これもまた特別感があっていいですよね。で、搭載エンジンなんですが、3.8 リッターの V 型6気筒ツインターボエンジンとなっており、スペックとしては最高出力が570馬力、最大トルクは637ニュートンです。行きまーす。いやー、めちゃめちゃ嬉しい。まさか貸していただけることになると思わなかったんですよ。いや、ちょっとね、私がわがまま言ったばかりにお貸しいただいて本当にありがとうございます。あの R35 なんですけど、以前ね、ちょっとレンタカー屋さん、面白レンタカー屋さんってところでお借りしたことがあって、ただね、そこでお借りできたはいいんですけど、私運転ができなかったんですよ。なんかね、保険の関係かわかんないんですけど、28歳以上じゃないと運転できなくて、ちょっとその年齢制限ってところに引っかかって運転ができなかったんですけど、今回は年齢制限は特になく、私の年齢でも運転できる R35 ということでお借りさせていただきました。いやー、もう神すぎで超嬉しい、幸せではもう発狂しております。すいません、ちょっとね、テンションのおかしい動画になるかもしれないんですけど、今日はこれからね、高速もちょっと乗ってきていいよってことだったんで、もう興奮が止まらん。しかもですね、今回お借りしたのが後期型なんですよ。前回私が借りたのが中期だったかな。あの後期型が一番かっこよくて一番いいなって思ったんで、もうまさに乗りたかった車ですよ。もうほんと最高、幸せ。もうなんかこんな嬉しいことがあっていいのかっていうね、なんかこういうね、こういう特別なことが起こるとね、あのやっぱ YouTube やっててよかったなっていう、そういう気持ちになります。これで高速を走っていきたいと思うんで、ご安全に向かいたいと思います。イエーイ。あんまり車を WRX を買うときに、そんなにバケットシートへのこだわりっていうのがなかったんで、なんかそうどうみたいな、別にいらんかなみたいな気持ちだったんだけど、いざね、ちょっとこういう車に乗ってみると安定感がやっぱですね。じゃあ峠とか走ってみたらね、またよりそう思うと思うんだけど、高速行きますよ、高速行ってきまーす。 ETC カードはバッジに入っております。さあ、まっすぐかな。
けど。やば。わあすごいわこれ。あのね、めっちゃ安定してる。あの加速する時のさ変なもたつきっていうのもないし、なんかね、あのアクセルを踏んだ時のねこの加速の感じがもうほんと気持ちいい。もうこれはね高まるわ。というかね高速だけじゃもったいない。でもサーキット走ってあげないとねこの車に失礼だなってちょっと思っちゃった。かっこいい車だな本当に。なんかねマニュアルじゃないことで正直 R35 ってあんまり惹かれてなかった部分があったんだけど、いやこうやって乗ってみるとね、いよいよオートマでも十分楽しいぞ。っていうかもうこのねアクセル踏んだ時のねレスポンスの速さ、そして加速音、たまらん、こりゃたまらん。ちょっとねステアリングだけでたまに持ってかれそうな時があるかな、うん、ちゃんと安定してステアリングを持ってあげないとちょっと気持ち不安かなっていう部分はあるけど、てかねまだね5時前とかなのにね月がめっちゃ綺麗。今宵は月が綺麗ですね。あーやばいめっちゃ走っちゃってる。マニュアルモードって言ってパドルシフトもちゃんと機能してくれるんで、ちょっとマニュアルモードをやっていきたいと思います。今6速のマニュアルに書いてあります。ちょっと音を試してみたいので下げてみましょうか。はい、違うと思うんですけど、やっぱあのもともと GTR
アルがもうちょっとスーパーカー寄りなところがあると思うんで、そんなこと言ったらね、そりゃ WRX じゃ負けちゃうんで、あんまり比較はしたくないんですけど、いやでもね、やっぱ GTR いいなって思っちゃうんですよ。ということでね、無事に帰還しましたいや安全に帰ってこれてよかったです。そしてこの高揚感、この高まる気持ちをどう抑えたらいいか分かりません。どうしたらいいですか、誰か教えてくださいいやいいな、かっこいいなっていうかね、R35 は個人的に内装が好きなんですよ。外装はもちろんかっこいいんですけど、内装も結構好きで、あのね、そこがね、ちょっとね、また惹かれてしまうポイントなんですよ。どうしたらいい？どうしたらいい？どうしたらいいか教えてくださいいやマジで本当に悩んでおります。いやどうしよう。でもね、そんなにお金に余裕があるわけじゃないんだよね。いやでもやっぱね、 R35 しかも50周年記念車はないと思って、これしかないって言い始めるかもしれないし、ちょっとね、私のこれからの動向をチェックしてほしいなと思います。はい、ということで今回は GTR R35 をお借りさせていただきました。もうミーシャさん本当にありがとうございます。もうミーシャさんがいてくれたおかげで私は R35 に試乗することができました。感謝しかございません。いやでもね、一応購入は検討させていただいておりますので、本気で悩んでおります。はい、じゃあ今日もね、最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタン、あとコメント忘れずにお願いします。じゃあね、バイバイ。名残惜しすぎてちょっと困ってます。名残惜しすぎる感じで、どうしよう。この子を見に来たわけじゃないのに、たまたまこの子を見つけて、これ乗せてもらえないですかっていうので乗せてくれたっていう、ただそれだけの経緯なんですけど、いやーまさかのね、ちょっとめっちゃ惹かれてしまったっていう。首都高を走らせてみたいわ、私。いや、もしくはサーキットをね、走ってみたいかな。